はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、元検察事務官がですね、えー、あれですね、検察官の横かなんかで、補助かなんかする人ですかね、がですね、えー、特殊詐欺、オレオレ詐欺ですね、オレオレ詐欺の受け子でですね、えっ、ー、と、高齢者を騙し、高齢者でいいのかな騙してですね、えっ、ー、と、お金を受け取ったんですけど、お金なのかな通帳とキャッシュカードなのかなちょっとわかんないですけど、 えー、書類を受け取っただけとですね、えー、容疑を否認してるとか、してないとか、なんかそんな感じのお話で、ちょっとですね、あの、少し前に見かけたんですけど、あの、ヤホーさんはですね、なんか何件かこの記事があったんですけど、全部もう削除されちゃってまして、はい、えー、どうでですね、 ねえー、検察事務官なんで、あの、検察官の横でですね、特殊詐欺の受け子はダメだよ、みたいな感じのことをですね、そんな感じのお仕事も散々やってたはずなんですけど、そんな方が、えー、特殊詐欺にですね、染まっちゃって、まあ、検察官としてはですね、あらら、〇〇さんじゃないの、あれ、何、特殊詐欺で捕まったのみたいな、嘘でしょみたいな、状態なのかな はい、えー、これが別の記事なのかなほん、ほんのですね、一週間ぐらい前の記事なんで、まだあってもいいんじゃないのと思うんですけど、えー、っとですね、東京で、東京なのかなで、えー、オレ折り詐欺のですね、受け子、現金、2000万ぐらいをですね、騙し取った。 お、おか、お札ってなんか、受け取れば分かるような気がするんですけど、お札の感じで受け取ってないのかなこれを、あの、うちの、あの、職員が行くので、中は絶対見せないように、あの、渡していただければ、それをこちらで、あの、預かるんで、みたいな感じで、1700万円ですね。引き出して持っておいてください、みたいな感じで、あれなのかな で名前もなんか、おる、な、ね、キラキラネームでちょっと読めないですけどね。はい。でですね。うん ?10 年前ぐらいですね。えー、検察事務官として、お仕事してたんで、よく知ってる、よくある、受け子の、あれだよね、みたいな。闇バイトですね、これも。これも闇バイトですね。 はい。これも、同じ記事なのかなええー、と。んなんか、息子がですね、会社の通帳をなくしたからですね、あれなんかすごく動きが悪かったんだけど、パソコン壊れるかなええー、と、女性はですね、これが、まあ闇バイトの、あれですけど、 あの、書類受け取ってくるだけでいいかなみたいな感じですかね。ええー、やけに時給のいい仕事があるけど、やってみようかなみたいな。これなら私もできるかもしんないみたいな感じで、応募したんですかね。匿名性の高い通信アプリを使って指示役とやり取りしていた。1月から1ヶ月にわたって5回のバイトに参加していたか割に合わないよ。多分、えー、半日か、 そこらですね、拘束されるんだけど、1万円ぐらいくれるから、すごく楽で、あ、あの、検索事務官よりこっちの方向いてるかもしんないみたいな、どうですかね。5回のバイト。ひょっとしたら5千円ぐらいしかもらってないかもしんないですよ。割に合わないって。<laughs> えっと、5回のバイトに参加していたが、自ら詐欺に関わっていると疑い、書に出頭していた。あ、書に出頭してたんだ。なんかこれ、仕事応募して、なんかこれやってるんだけど、これ、特殊詐欺っぽいんだけど、みたいな。あ、これはお手柄かもしれないな。闇バイトだと、あれあ、自首したのに、闇バイトだ,だとは思わなかった。 と、えっ、ー、と、あれなのかな応募した時に闇バイトだとは思わなかったっていうお話なのかな自首してるんですね。自主っていうか、これ特殊詐欺っぽいんだけど、みたいな。さすがですね。さすがですけど、なんかこう、あの、な、なんですかね。なんか写真みたいなのも出ちゃってましたし、名前も出ちゃってたんで、 なんか扱いがすごく悪いなぁ、みたいな印象を受けたんですけど。はい、えー、っと、自首してですね、事件解決に、の立役者かもしれないんですけど、それにしたらですね、えー、まあ、写真とか名前とかを載せられちゃってたんで、ちょっと、ひょっとしたらですね、これ最後のとこまで読まないと、 あの、すごい悪い、バカな、原察事務官みたいな感じの印象を持たれちゃうんで、ちょっとかわいそうかなと思,思うんですけどね。あ、書に出頭していたこれどうなんだろう自習ってことなのかなそれか、あの、あ、でもそう自、自習なんだよね。はい、な、なのでね、えー、 事件解決の立役者なのにですね。あんな感じの扱いはちょっとですね。いや、これ逮捕、逮捕もですね。逮捕する必要があるのか一応あるのか。まあ難しいですけどね。はい。えー、まあ思ったほど、ダメな人じゃなくて、えー、事件解決にもですね。あれなんで、その、 自首は自首で、あれで、逮捕は逮捕であれなんですけど、なんかですね、警察署としてはですね、あの、事件解決にあれなんで、あの、表彰とかしてあげればですね、少し救われるのかもしれないよってことで、ちょっとかわいそうな、あれですね。で、これもですね、あの、一般の人もですね、うん、関わってても全然おかしくないあれなんで、 はい、えー、はい、これがですね、特殊詐欺なのかなと思ったら、えー、逃げるように、するとかですね、した方がいいかもしれないよってことで、割、割に合わないよ。多分5回のバイトで、1ヶ月で5回のバイトで多分、ひょっとしたら5千円ぐらいで、だけど、やけに簡単な仕事で、ねぇ、でも、 これでですね、5万円とかくれてたら、え、あれをあそこに持ってっただけで5万円くれたんだけど、これ、このバイト、怪しすぎないみたいな感じで思われたらいけないから、もうちょっと低くてですね、1万5千円ぐらいしかもらってないけど、逮捕されてるような感じなんで、まあ、パッと考えるとね、割に合わないからですね、気をつけましょうということで、はい、今回以上です。